はい、どうも、ショータイムゴルフです。イエーイ。まあ、俺そういうつもりなかったんだけどね。俺が真ん中の方がしっくりくるんだけど、そうですね、やっぱり俺中心人物だからね。で、まあ、見てこの素晴らしい天気。青一つない。絶好の海水浴日和。大雨。大雨ですね。ちょっと俺の兄弟である太陽がまだ起きてないのかな。しょうがない、ね。ちょっとなんかいいことなかったんだけど。まあ今日は太陽は俺一人ってことで、はい、じゃあラウンドしていきましょう。はい。いや、もう言わずと知れた太平洋クラブ市原コース。まあ俺が来たっていうことは、今世界で一番のコースがここだってことか。リアルミンゴル大会ということで、クラブ5本にラフバンカー入ったらプラス2だっていうルールでやっていきたいと思います。ミンゴルファンにはたまんない。本当にミンゴルファンにたまんない。もうゴルフ歴イコールミンゴル歴だから素晴らしい。じゃあよろしくお願いします。で、今日は僕の知り合いの横川さんっていうカメラマンさんに、世界一のカメラマン世界一のカメラマンさんに世界一撮影をしていただくという、ということでチームセレジャーを、はい、制作に制作携わっている大物大物大物。じゃあ今日も人知を超えたゴルフとなるお見せしましょう。世界、あなたは歴史の目撃者になる。スーペナです。ご清聴ありがとう。行きましょう。カメラ向けられてたんだね。カメラ向けられたら失敗するって、もう YouTuber 向けじゃないんだよお前だよ誰もフェアウェイ行ってないやるには早かったか、まだ俺らの実力じゃみんなに黙ってやん、あっても。いや、それは終わってみなきゃ分かんないよ。例えば OB とラフってスコア上変わんないから確かに要はフェアウェイ以外 OB みたいなもんだから。ストレートフェードで完璧な球でバーディー取ってやるよ。30cm ぐらいって。やっぱね、またツーペナまたツーペナでしょ。 OB って変わらず関東同じ4打目ってことでしょ。そうだよ。4打目いきます。フリーウッドでいってらっしゃい。関って一緒なんじゃない。これフェアウェイ残んじゃん。いやどう残んの。バンカー臭いぞこれ。フェアウェイ、フェアウェイ、フェアウェイ、うん、オッケーオッケー。フェアウェイの真ん中です。まあやっぱりね、今飛距離の時代とか言われてるけど、うん、
今日のこのゴルフを見てフェアウェイキープってのがいかに大事かってのをみんな思い知るんですよ。一番面白いの俺かもしれない。あんまラフもさ深くないからさ、あんま普段はね、坂ローが通ペナだからこれほど深いラフはない。なるほどね。ある意味深いね。どんだけ笑ってんだよ、朝からずっと笑っぱなし。ヒゲ剃れよ、マジで。ヒゲ剃んねえ自体でもうフォーペナだろ。ありがとう。ナイスダボ。普通にダボ。笑わせないで。いや、笑ってない。真実だ。うわ、早い。めちゃくちゃ早い。早いわ。いやいやいや。まず大丈夫。行きます。
温まってきたわ。全然温まんない。よっしゃ、こっからや。全然こっから。だってさ、普通にカン君とさ、まだ4打差あるわけでしょ。これで。いやでもワンチャン俺今日アンダー出るんじゃないかって思ってプラス…いいでしょ、プラス7。プラス7打って、そうアンダーあるか。いや、あ、翔太フェアウェイあるね。フェアウェイ、フェアウェイ、フェアウェイ。ほら、よいしょ、すげえ、ナイス。免れたね。めっちゃいいとこ。ここってとこに行ったね。ね、ここしかないよ。やばいな今日。耐えろ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 前4で4打目で5、6って言ってんな。あ、もう2打は×なのよ。ガチの1打だった。プラス2だよ。7打目か。今のボールそんな甘くない甘く見てたわ。いや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 、おかしいやろ。ナイス。よっしゃ。入る未来しか見えてなかった。どうした？これボギーだ。いや、これでかいよ。ナイストリー。ナイストリー。ナイスボギーだもんね、普通にね。うん、まあ、デメリットだけじゃないんだよね、距離が長いっていうのは。突き抜けないっていうメリットがあるの。あー、楽しいね。これ、ミンゴルファンにはたまんないだろう。そうかもしれないね。ドライバーの下のクラブスプーンなんだ。ね、おかしいな。もうちょいなんか5番アイアン8番とかで、うん、なら分かるけど、こんなに一番強くいいモッペクラブ7しかねえじゃん。7の次スプーンだ。ちょっとこのホールさ、パワーモード入る。とりあえずピンまで
ピンまで215で。あんじゃんミンゴルだと。上級だと14回使えるんだよ。うまい。うまい。やばいやばい、これ届いちゃう。マジで届け。あ、やっちゃう。これいやーマジか、今いいと思ったんだけど、ラフより池の方がいいんだよ。あ、そっか、だって3ダメじゃん、あっから。そうだね、ラフ入れたら4ダメだからだから池ってある意味このルールの救世主みたいなもんだ。何この理不尽なルール。っていう概念ないよ、もうこのルール。だってどっから打とうかむずい。間違いない。逆に赤からやってティーショットドライバーしか持てないっていう恐怖。まあ俺ならフェアウェイしか行かないけど、みんなにはちょっと厳しいよね。俺みたいな性格無比な人間にとっては簡単極まりないけど。ずっと言ってくれない。もう現にフェアウェイしか行ってないじゃん。出だしはあれはちょっと肩慣らしみたいなもんだ。そうだ、なんか俺と回ってるともう常に笑ってるって言ったら面白いじゃん。面白いよ、まあ、幸せの象徴だから。俺が今市原にいるってことは世界で一番幸せな国が市原だけど。
やマジか。やマジか。もったいな。今ちょっとナポレオンの真似して左手腹に当てたのか間違えた。ボギー。ええ、ナイスボギー。ボギー。445。でも今誰もペナなくね。今はないね。445。暫定翔太がトップ。ああ。今日なんで入ってきたのそんな。いやゴルフは1時間前だろ。そもそもなんでそんな遅れてきたの。遅すぎだって。ゴルフ1時間半後じゃないの。1時間半後じゃねえよ。バカ野郎。1時間半後じゃねえの。反省も込めて今日は入ってきた。この動画を見ていいねと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。